あのインターネット見てるとですねいろいろ面白いフレーズというかあの考え方に出会ってでそのうちの一つが養分というね養分って別に書かなくてもいいか養分ってのはのすごい面白いなと思ってでそのどういう意味なのかと思ったらあれなんですねその例えばインフルエンサーの方にいろいろそのえっ、ー、と <laughs> なんか貢ぐとかあの例えばなんだろうオンラインサロンとかに入って。 <laughs> 養,分っていう養分っていうねオンラインサロンとかに入ってその、うん、と月々の,あの会費を課金したりとかあるいはアイドルにいろいろコンサート行ったり CD 買ったりして水を、えー、こと養分というらしくてでその自分が養分になるっていうことを喜びを感じる人がいるとで、えっと、だからで僕はツイッターで見た話,話だと。 なんかあのアイドルの CD だったかグッズだったか分かんないんだけどそれをあの2枚2つ持ってる人がいてそれを友達にこれ 1, 1個余ってるかあげようかって言ったら「いや俺自分で買うわ自分が養分になりたいかみたいなことをですね <laughs> 言う人がいるっていうこれれは笑いを入そういうことがあるって言って「いや面白いな」と思ってでねこれねあの僕ねな,なんでそれ面白いのかと思ったかっていうと僕にはそういう発想って全くないんだよね。 だからね、あの例えばあの僕プラシド・ドミンゴさんのコンサートに一度行ったことがあってねあのそれ意外と気楽なコンサートだったんですよ。でその,でその、えー、っとドミンゴさんが、まあ、本格的なオペラというよりはなんかちょっと語り語りとか、まあ、語り語りも立派なもんですかどカノミオ弁」とかあるいはミュージカルのナンバー歌うみたいなちょっと気楽なコンサートだったんだけどでそれを聞いた時にやっぱりプラシド・ドミンゴってすごい歌手で。 最近ちょっと色々あっとあたんだけどハラスメントで,であのだけどその声がものすごく安定しててだからまるでねすごいスピード出せるスポーツカーがゆっくり走るとこんなふうに聞こえるんだっていうすごい感動したことがあってドミンゴのコンサートで。だけどその時に僕別にドミンゴファンっていうわけでもないしもし僕はドミンゴファンでもドミンゴの養分になろうって思わないと思うんだよね。つまりというののはむしろよドミンゴが自分の養分養だから わかります僕はドミンゴに比べたらもう全然もう取りに足らないちっぽけな男なんだけどそれでも僕の中で努力だからその例えばじゃ自分が何か表現するときにそうかあのものすごい能力を持った人があってゆっくりと走るトロだから200キロ出せるスピードカーがスポーツカーがさ時速30キロで走ってるみたいなことがあるんだなってそのドミンゴさんのコンサート見て。 思ってでこれそのだからアイドルとかインフルエンサーがいた時にねその人の養分に自分がなるってのはかなり盗作した世界だと思うわけですよその,、ね、<laughs> あのいやいや主語は自分でしょう主語はそのインフルエンサーとかアイドルじゃないでしょうってじゃ別に僕はオンラインサロンって入ってないしオンラインサロン自分でやる気もないんですけどなんかあのなんていうかな オンラインサロンのに入ってそのインフルエンサーの養分になるってやっぱりなんか盗作して気がするんですよね <laughs> そうじゃなくてあくまでも主語は自分だと思うんですよそのじゃあインフルエンサーさんのオンラインサロンに入ってそれぞれの人が自分の人生があるわけじゃんインフルエンサーさんの人生はその人生だよねその人がやりたいことをやってるわけでしょでも自分がその人の養分になる必要はなくて むしろ何をもらえるか何をお土産にして持って帰れるか何を、まあ、パクれるか何をインスパイアしてもらえるかっていうこと自分が主語であるべきだと僕は思ってるんですよ常にだ僕は別に自分のことインフルエンサーだと思ってないし底辺 YouTuber ですけど僕はね絶対に僕の YouTube とかを見てくださってる方々を養分にしようとは思わないわけですよそんなことじゃなくても僕はあのお腹に養分がぶん蓄えられてるんで いいの夜遅い時間にカップ麺食べてましたからねよくないだろうってそれはだから本当によくないですね夜のカップ麺はやめた方がいいですあの何だっけそうそうむしろそれぞれのアジェンダがあるんです人生のそれ人によって違うんですよね人によって宿命が違うんですよその人がみる歩歩むべきこれは僕の道なんですよねで皆さんの道は違うんです一個一個一人一人だから。 その養分になるものがもしここからあったら嬉しいなと思うんですけど僕がその <laughs> なの皆さんからいだからね何かねそのアイドルもそうですアイドルいいと思うんですよ僕アイドルっていう現象をですねあの一番よく説明するのはユングの「アニマアニムス」だと思うんですけどつまりアイドルっていうのは例えばそうだなうんと男性がさ女性アイドルを追っかけしてるとするじゃないですか。 でもその女性アイドルと恋愛をしたり結婚したりするって確率はまあ極めて低いですよね <laughs>。いや中にはそ,のそういうことがあるんじゃないかと思っている人いるかもしれないけどまあ極めて低いですよね。じゃあ女性 <laughs> 男性が女性アイドルを追っかけしててなんかいろいろ入れするじゃないですか養分になってるって。でもそれちょっとやっぱおかしくて女性アイドルって実はアニマーアニムスの論じで言うとユングのね理想の 異性像を通して自分が成長するっていうだから僕にとって赤毛のアンがそうだったと思うんですよ赤毛のアン,アンシャーリーすごい素敵だなと思ってたけど子供の時読んでて別にアンシャーリーに恋愛感情を持ってたんじゃないってことは後で気づくわけですアンシャーリーはなんか自分の理想の人間像が異性であるアンシャーリーに投影されてるだから自分の人間ただアンシャーリーってすごく好奇心持ってるし想像力もあるしなんかそういう なんか自分もそういう人間でありたいしそう言い続けたいって思うような理想の人間像がアンシャーリーっていう人の中にあったからそれがたまたま異性なんですけど異性っていうのは自分と違うような気がするんだけどでもだからこそあの真実ががそこに映るっていうののユングの理論なんですよだからじゃあ僕はアンシャーリーがもし生身の人間でいたとするじゃないですか。 <laughs> CD 買ったりとかコンサート行ってこうやってサーベルじゃないです「阿部は売らないわ <laughs>」ペンライト振ったりしてあのやるっていうことで養分になろうっていうふうには僕は思わなかったと思うんですよねあくまでも自分が主体だから僕はそこはアンシ「あかげなん」っていう物語を読んでインスパイアされたことによって自分の人生を少しでもよくするものにできたらいいなとも。だから僕ねそのなんていうかなその日本で。 あのなんでこんな自分の人生はどこかに行っちゃってあの養分になるっていう文化があるのかっていうのは僕には理解できないむしろ自分が成長するための養分にインフルエンサーとかアイドルをすべきでしょう自分が <laughs> インフルエンサーとかアイドルの養分になるわけじゃなくて自分の養分にその人たちをするというのが正しいと。 それが人の道なんんですよ皆さんで逆にアイドルとかインフルエンサーの方々もそういう立ち位置でいてほしいなっていうか自分の例えばじゃあ歌が多くの人をインスパイアして、えー、前向きに生きる力をもらになったらっていう気持ちで歌ってる人は素晴らしいじゃないですか。ね、インフルエンサーもなんか自分のやりたいことを実現するためにお前ら養分になれよってうんじゃなくてこれは笑うところですよね あの自分のやりたいことを実現するためにお前ら養分なれよってうんじゃなくてあのなんていうの僕がやってること私がやってることに触れることがあなたたちの人生の糧になるっていうような立場でオンラインサロンで何でも運営してるのが正しいじゃないですか。そうじゃなかかったらおかしいでなんで僕はねでも基本的にだから本来アイドルとかインフルエンサーってそういう,べきそう,いうものだと思ってるんだけどなんか日本だとちょっとにじまがってるというか。 ねえさっきのあれが、あのー、典型ですよねなんだっけ、あのー、俺2つ持ってんだけどお前にやろうかって言ったら「いや俺自分養分になりたいから俺自分で買うわ」って「いやそれおかしいでしょ」ってだってインスパイアされるんだったらもらっとけゃいいじゃん。だって情報が重要なんだからもらも でその余った分はお金はなんかを別のことに使えばいいじゃない。あくまでも自分主体で生きてるか生きてないかっていうのがすごく僕は大事だと思ってるんですよ。だから僕はねあのそれが例えば僕はあの小津安二郎すごい好きだけどまあ残念ながら死んじゃってますよね。あのそうだなうんと僕そうだね生きてる人でえー、っとすごく一番フォローしてたのは。 先代の市川演之すさんかもしれないですね。市川演之すさんのその4年千本桜の死の切りって本当にもうもう絶品でしたしね。で、演のすさんがそのなんだろううんと演出した影のない女っていうですね。リアとしてあるそのオペラがあって、それ僕見に行って、僕おそらく世界で初めておもだかやあの演のすさんの掛け声はやごおもだかやだったんで、おもだかやって。僕がおそらくオペラの会場で 一番最初に野をかけた人間ですおそらく俺が桃かやってったらですね演出で出てきた猿之助さんがねカーテンここでそしたら僕が初日だったんですかも初日だった僕やったらみんなやり始めました今日で桃かやってねお前 <laughs> やめろよでも僕は猿之助さん本当大好きだったけどあのまあ今でも尊敬猿之助さんねあの尊敬してますけどもえっ、ー、と今は猿王になれたのかな エノスケさんの養分になろうっていう風には行かなかったよねやっぱりエノスケさんのやられてることがいかにインスパイアされるかっていうかそっちの方がやっぱり主体ででもそれはエノスケさんに対するリスペクトともにあるしえっとそれで僕はいいんだろうってあれと言わることがそうですよね自分が好きだと思うものをえっともちろんリスペクト相手のやってることに対するリスペクトとか感動があるんだけどやっぱり最終的には自分がそれによってどう成長できるかってことを 主体に考えたらいいんじゃですからこれ本当これを見ている皆さんの中でもしインフルエンサーとかアイドルの養分になっていらっしゃる方いらっしゃるそれは間違ってますむしろインフルエンサーとかアイドルをあなたの養分にしないといけないそれが本当のリスペクトし合うインスパイアし合う関係逆に言うと日本でその、えー、とアイドルとかインスパイっ、えー、とインフルエンサーが 不特定多数の人を養分にするみたいな文化があるんだと,とそれは僕は間違ってるとこのように強く思うわけでございます、はい、もっと一人一人が主体,を主体性を持って自分の人生を、えー、正しく楽しく生きるってことが大事だということでええー、ともうことでモイのデイリーショー、えー、今日は、えー、インフルエンサーアイドルの養分になるなと <laughs> <laughs> いうネタを笑いとともにお届けしましたこれがコメディーだ 最後にこういうのやったら、まあ、何やってもねもう俺は底辺 YouTuber 底辺コメディアンから逃れられないからまあいいやもう悪書きだよこれ。